はい。えー、現在の時刻はですね、2022年7月27日水曜日朝の7時28分ですね。えー、昨日でお問い合わせの方を締めたんですけども、お問い合わせいただいた方にはですね、朝の7時ぐらいのこの区間の間に、えー、お問い合わせいただいた方にメールでお送りしています。えー、詳細ですね。で、えっ、ー、と、件名がですね、重要ファーストゲートについて、重要ファーストゲートについてということでメールを送ってますので、えー、お 今回のね、えー、わさんの新商品にお問い合わせいただいた方は、えー、メール来てるかどうかチェックの方をお願いいたします。件名は重要ファーストゲートについてでお,お送りしております。はい。で、えっ、ー、と、このファーストゲートね、えー、決済の締め切りが、えー、メ、まあ、レターにも書いていますいたと思いますし、メールでも記載してますけど、決済の締め切りは、えっ、ー、と、7月の 7月の29日となります。金曜日ですね。決済の締め切り、えー、7月29日金曜日となります。なので、今日水曜日です。水、木、金。約3日間ありますので、まあ、お問い合わせしたけど、決済どうしようかなっていう場合は、えー、3日間悩んでいただいて、えー、最終的には7月29日までに決済していただくということです。まだ悩める期間はありますので、お問い合わせしたけどどうしようかなって、まだ悩んでる場合はあ、しっかり悩んでください。 で、もしですね、えー、申し込みをするぞと、決済するぞっていう場合は、決済した後ですね。決済した後に、まあ、やってもらいたいことをちょっとね、今回はお伝えしようかなと。決済した後やってもらいたいこと。要は、えー、ファーストゲートですね。このファーストゲートを、と、を始めたら、ってことですね。やってもらいたいことですね。 決済しこれは絶対や、ってか、これをやると、これをやると、まあ稼ぎやすいと。これをやると稼ぎやすいっていうね。まあ一つのテクニックですね。ファーストゲートをうまく活用する方法ですね。ファーストゲートをうまく活用していく方法です。まあそれ何かっていうと、あの、 まず、まあ、これは動画でも言ってたと思うんですけども、えー、わからないことは、わからないこと。まあ、教材を勉強してね、教材を勉強して、わからないところがあったら、必ず、必ずです。必ず。はい。よくね、まあ、僕も言う、なんか、よくたま、よくというか、結構あるんですけど、なんかその、質問しづらいというか、 うん、吉谷さん忙しいですよね、みたいな。まあ、正直、ま、忙しくはないんですよね。だけど、うーん、なんかよく言うんですけど、僕を気にするんだったら自分を気にしろっていうことをよく言うんですよ。まあ、そういうふうに言ってくる、言,言われて。まあ、それはね、僕のことをね、気を使っていただくのはすごくありがたいんですけど、一番気をつけないといけないのは自分なんで。うん。なんで、自分がわからないであるならば、それは、あー、なんだ。 ちゃんとわかる人。ま、わしずさんにちゃんと聞くってことですね。自分の問題点わからないことをすぐに解決していくっていうことですね。要は稼げないっていうのは何かっていうと、稼げない理由って何ですかと。稼げない理由は何っていう。自分で、自分でわからない。つまり自分で問題点をクリアできないってことじゃないですか。要は正直、なんだ まあすみません。これはネットビジネスの話になっちゃうかもしれないですけど、まあ検索すればね、大体その、その解決方法なんて出てるわけですよ。だから、問題点って、検索、グーグルせまあ正直、グーグル先生にわからないことってほぼないと僕は思うんですね。だから、かじゃここはわかりません。じゃあ検索します。解決してみます。検索する。解決する。検索する。解決する。稼げないってことあります要は、稼げないっていうのは何かのその問題点、止まってるわけですよね。 何か,りますななんかが壁ができてね、その壁があって、その壁をクリアできない。だから止まる。だから稼げない。でも、自分の問題点の壁をクリアしていって稼げないってことありますないですよね、多分ね。<laughs> だからそもそも稼げないって何で稼げないのかっていうと、例えばブックメーカーを知らない、やり方がわからないっていう問題点があるとするじゃないですか。じゃあブックメーカーのやり方が分かった1個壁をクリアしましたよね。 だ覚えるとかね。だからそういう、なんかその、なんかそういうところをクリアしていけばできるようになりますんで。うん。で、あとは、まあ、これはまあ当たり前の話なんだけども、当たり前のことがほとんどちょっとできない、できてないので、ちょっと釘を刺すようで言いますけども、あとやってもらう、ここ大事ですね。ここ大事。ここがもうめちゃめちゃ肝なんですけど、報告をするってことです。鷲津さんに報告をするってことです。 まあ、お問い合わせフォームの中はね、まあ、わかんないことだったらお問い合わせくださいみたいなフォームは用意されてるんだけども、そこにね、わしさん、あの、勉強してね、こういうふうな結果が出ましたっていう報告をするようにしてください。で、なんで報告をした方がいいのかっていうと、あの、報告することによって、なんすかね、要はまあ、あ結局その、ね、教材を買った時、買って自分で勉強するって孤独なんですよ。孤独だし、その、継続できない理由って、 うんその孤独に勝てないというかね。だから、なんかいい、いい、なんかいいスパイラルに、そのなんかよくまあ、なんすかね、そのモチベーションが上がらないからどの子のっていうのをいただくんですけど、まあスパルタンな回答でね、いやモチベーションを理由にするなみたいなね、スパルタンな回答もしたりするんですけども、やっぱりその、モチベーションが上がった方が良くないですかね。モチベーションがなくてもやれって話なんだけども、現実的にモチベーションが上がった方がいいと思います。 で、そのいいスパイラルに入るためには、報告をしていくってことです。で、確実に和室さんに報告したらね、何かしらこうリアクションくれると思いますので、そうすると、あ、先生見てくれてるんだなとか、リアクションくれるんだなっていうところで、まあその、うん、継続してこう続けやすくなる。いや、続けやすくするってことですね。続けやすくすると。報告することによって。 で、報告することによって、自分もコミットというかね、やってるよっていう、自分ちゃんと教材勉強してるよっていう先生に報告する一つのあれでもあるので、すごく続けやすくなります。要は、途中で辞めていく人って、あの、何も言わず、何も言わず何の連絡もなくスーって消えていくんだよ。申しますね。途中で離脱人、離脱する人の共通ポイントがあるとするならば、何も言わずスーって勝手に辞めていきます。でも、報告をして、先生ここにいるよと。 先生、ここにいるよって言ってけば、自分もここにいるっていうのを先生に言ってるわけですから、やめづらくなるし、まあ、モチベーションも上がるしっていうところで、まあ、この報告をしてください。実際に、和しさんのね、これね、ちょっと出してきました。和しさんが僕の塾に入ってですね、あの、一番最初にね、報告した。これ、2017年5月23日。2017年5月23日。なので、えー、っと、5年前ですね。5年前、和しさんが、 初めて僕の方にメールの方でね、ご報告いただいたんですけど、ちょっと読み、読み上げますね。初めての結果報告ですと。こんにちは、よろしくおすと。初めての結果報告をさせていただきますと。えー、今回 YouTube を見てくださった福岡の企業さんからオファーをいただきました。7月に新入社員の懇親会があるので、そこで30分、40分の講演をしてほしいというオファーです。企業内、えー、講演なのでぜ、撮影はダメとい,いろいろ規制はありそうですが、初めての経験なので受けようと思います。講演料は10万円です。 多分安いんでしょうが、時給10万円と考えればありだし、初公演、公演初経験などに十分な報酬です。今回はお金より経験できる喜びの方が大きいので4月楽しみです。昨年11月から新たに動画を撮り始めて、えー、本数は 160, 分160本ぐらいとまだ少ないですが、やってきてよかったなと思っています。僕も1万本目標に、えー、老体に,に夢中って頑張ります。 動画の内容はまだまだひどいですが、量をこなせば必ず質が上がると信じてやっています。初めての結果報告でしたと。これが鷲津さんが、えー、ドリアカの方にですね、まあ僕の方にこの、なんだ、まあ情報発信を始めてね、初めて報告をいただいた内容です。 ま、これね、まあ、これ、まあ、今回お問い合わせいただいた方の中で、会社で上司クラス、上司というか幹部クラスの人はいるかどうかわからないですけど、まあ、部下がいる人ですね。で、多分これもそうだと思うんですけど、よくほ、上司に報告をする人っていうのは、まあ、多分全、全員じゃないですけど、上司に必ずその結果報告するとか、何か報告をしっかりする人って、多分出世しやすいと思います。うん、それは、 すみません。あのー、あなたがその部下を持っていないとわかんないかもしれないですけど。<laughs> まあ、報告すること、広告までがまあ全てだよっていう、んなんですよ。うん。これなんて伝えたらいいかな。この報告、まあ、ね、昔からほうれん草ってあるじゃないですか。ほうれん草ってどうですか。ね、これね、なんか小学校の時に習ったんだけど、多分みんなやってないですよ。ほうれん草と。 いや、これね、やれば稼げるんですよ。ほうれん草やれば。ほうれん草で稼げるみたいな。報告、報告、連絡、相談ですよね。ほうれん草ってない。報告、連絡、相談。これをしっかりしろと。みたいな、なんか小学校の時に習ったような、なんか言われたような気がするんですけど、これね、これやってる人で結果出ない人って、まあまあいないですよ。いや、僕も塾、こうやってね、塾生さんのこう対応してますけど、この報告、連絡、相談をしてる人で稼げない人ってあんまりいないです。 まあ100、100%とは言わないですけども、報告連絡相談を律儀にしてる人で結果が出ない人っていうのはあんまりいないですね。うん。そう。だからこれはリアルな仕事でも上司に報告するって結構大事なことだと思うんですけど、いかがですか <laughs> だけど、ね、あの、ま、今回その副業みたいなことを言ってますから、まあ、でも副業でほとんど挫折する人っていうのは、副業を副業でやってるっていうかね。 副業なんだけど本業と同じ同等にや,やれば結果は出やすいのでうんまあほとんどの人がなんか副業で簡単にちょっとやってなんか儲かんないかなみたいな考え方で取り組むんで大体挫折するんですよ単純にリアルでやっていることを副業に持ってくればいいだけなんですよだって上司に報告連絡相談するって別にそんな大層なことじゃないですよね だけどネットビジネスとかね、まあ自分で副業になるとこういうことやらないんですよね。うん。それは給料もらえないよというか、まあ結果出づらいよっていう話で。これは本当ね、あの、鷲津さんに報告するようにしてください。自分も続けやすくなるし、コミットして先生に自分がこう、自分が生徒としてこういうふうにやってるよと教材しっかり勉強してますよっていうところで。 で、教材をちゃんと勉強してるというコミットをすることによって、さらに自分もまたやりやすくなるんですよ。でもそこに自分にコミットがないと、うん、まあ、他者にコミットですよね。その、鷲津さんにコミットすることによって、その、なんか、何すかね、なんかの力が発生するんですよ。だから僕もこれは成功する上での一つの、えー、テクニックで、えー、教わったことなんですよ。まあ、その、誰かにコミットするっていうね。 要は、誰かにコミットすることによって、何すかね、守らないといけない、やらないといけない環境を自分で作るってことですよね。で、誰にもほ、いや、なんか約束しとか、えー、してないと、な、なんだろう、これ、わかりやすく言うと、うん、例えば友達とね、友達と、えー、じゃ八8校前だよね。8校前で、えー、朝8時に、えー、集合ね、頼むよ。 絶対に遅れてくんなよってあなたが言ったとするじゃないですか。友達と八チ前で朝8時に集合ね、頼むよ。絶対に遅れてくんなよっていうことを友達にコミットしたというか、その伝えたと報告するというか連、連絡したとするじゃないですか。じゃあ、この、これを言ったセリフを言ったあなたは遅刻しづらくないですか。あなたは <laughs>、 遅刻しづらいですよね。<laughs> しづらいですよね。とつまり、つまり、ね、この報、まあ、報告というか、ね、つまり、この行為、この行為ってのは、えー、自分が遅刻しづらい環境を作っているということです。わかります どうすかねこれ友達にね、頼む絶対遅れてくんなよって言,って言いながら自分が遅刻するって、まあまあちょっとしづらくないですか <laughs> でもこういうこと言ってなかったらね、言ってなかったな、割り割りちょっと寝坊しちゃってみたいな話ですよね。でもこれを友達にガンガン言ってたらね、自分遅刻しづらいですよね。どうでしょうかだかこれが結構あの、大事なんですよ、これ。 マジで。自分で環境を作る。で、副業とか自分でこう稼ぐっていうのは、要は環境を自分で作んないといけないんですよ。会社の場合は会社が環境を用意してると知れてくれてるので、要はモチベーションとかなんか関係なしに、やらないといけない環境がもう仕事場にはあるわけじゃないですか。どうすか。別になんかモチベーションが上がらなくても仕事場に行ってね、じゃあ、女子ちょっと今日モチベーション下がってるんで、ちょっと寝てていいすかみたいな。ないですよね。眠たくても、 もうそういう環境があるからみんなやってるしね。なんかみんな仕事やってガリガリやってる中でね、自分のデスクの前で寝るとかちょっと無理じゃないですか。<laughs> それはそういう環境があるからなんですよね。で、みんななんでできないかっていうと、一人になるとね、うん、その環境がないんですよ。で、環境がないから自分で環境を作るしかないんです。わかりますうん。だからこれが本当に稼ぐ上での結構大事なポイントなんで、この報告連絡相談をすることによってこういうバイアスがかかるってことですね。 やらないといけない状況を自分で作っていくっていう。これめちゃくちゃ大事です。で、僕もこれはもう常に使ってます。テクニックとして、ね。テクニックとしてめちゃめちゃ使ってます。例えば、僕ブログ毎日更新をこうしてるんですけど、10年更新しますよって、もう要少幼で言いまくってるんですよ。ブログでも書いてるし。 で、少なくても今もう2年ぐらいですかもう、吉谷拓郎公式ブログ、毎日更新してるんですよ。で、昨日かおととい、まあちょっと、昨日だったかなおとといだったかなまあちょっと、まあ今、プロモーションでこう、商品販売してたんで、まあ大、あの、なんか、ブログの更新がちょっと遅れてたんですよ。夜ね。まあ、昨日中に更新はしたんだけども、そのファンの方からね、吉田さん今日あれあのブログが更新されてない、夜更新されてないんですけど、夜になってるんですけど、みたいな。で来ましたからね。<laughs> それは僕が言ってるからですよね、日々。だファンの人が見てくれてて、あれ、今日更新してないな、みたいな。もう、監視されてるぞ、みたいなね。俺、監視されちゃってる、みたいな。やらんとあかん、みたいな。まあ、そういう風になんか、ね、この、この動画でもね、いや、ブログ毎日10年更新しますよってコミットするわけですよ。ね。だそうするとやらないといけないじゃないですか。そうやって環境を作っていくっていうことが本当に大事です。 マジでで、大事なんでそうすると、まあこのね、ファーストゲートを購入して教材を買った、教材を買った時、買ったら自分一人でやっていかないといけないわけですから、まあそういう風に環境を作って自分がやりやすいようにや、やりやすいようにというか、やっていく、勉強していくその環境を自分で作ってください。鷲津さんも実際こういう風にね、報告してくれてましたから、ね、こうやって、細かくねこ、こうね、このなんか、しかもね、あの、 1>, 1万本目指しますみたいなね。1万本目指しますってコミットしてますからね。先生に。どうですか先生に。先生に1万本目指しますっていうね。コミットしたら、まあ、えー、やらないといけないとか、やるぞってな,るなりますよね。うん はい。ということで、一、え、応、ー、すみません。メールの方はお送りしてますので、ご確認ください。あとは決済した場合は、えー、今お話ししたことを、えー、注意していただいて、やっていただければ、えー、結果は非常に出やすくなると思います。逆に言うと、今僕がお話ししてることをやらず、やらないんだったら多分、途中で諦める、挫折するしちゃう可能性が高くなるんで、えーまあ、これやってほしいなと思います。はい。では、えー、動画の方はこれで終わります。ありがとうございました。